どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。えー、今回はね、ナミさんの方から仮想通貨の投資は危険なのかというテーマでね、お話しいただいたんですけども、やっぱりね、投資ね、危険だって感じる方がいると思いますけども、投資は危険ではありません。じゃあなんでね、投資で大きなお金を失った人がいて、それによって生活が破綻とか借金抱えることになったかっていうと、それはあくまでもね、投資が危険なんじゃなくて、うーん、言ってみればね、 出さなくてもいいスピードで走っちゃったから事故りましたってことなんじゃないかなと思うんですよ。うーん、やっぱり運転の慣れてない人、投資の慣れてない人って、そんなスピード出しちゃダメでね、時速1キロとか2キロ、ノロノロ運転とか、それから投資でお金を、まあね、えー、何かにね、投資するにしても、じゃあ、1000円とか3000円の投資で、それがなくなってね、生活破綻したりとか、借金苦になる人っていますかってことなんですよ。うん 多分、1000万失った人ってのは、それが生活費の一部になったりとか、どっかの計画的な貯金を切り崩してみたいなことをやっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。ね、例えば株で3000万円失いましたって言っても、総資産が10億の人から取ってみたらどうってことないわけじゃないですか。でもさすがに年収がね、200万300万の人が3000万失いましたって言ったらもう一生取り戻せないような金額になっちゃいますよね。だから、 仮想通貨にしろ何にしろ投資が危険なんじゃなくて自分の分を超えたお金をやっぱりやっちゃうからでしょうね普段私たちはスーパーやコンビニに行ってお弁当が700円800円っていうのを真っ先に手には取らないと思うんですよやっぱり650円の弁当か、まあ、500円ぐらいのかサンキュッパーなのかってことをねいろいろと悩んで悩んで買ってるはずなんですよ日々そうやって 10円100円の金銭的なセンスにはものすごく注意を払ってるのになぜか投資ともなるとね何万何十万何百万っていう金額をポン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 放り投げたりとかね逆にそれで利益を得たりとかするのがなんかこう抵抗なくなななくっっちゃゃてるんんじゃないかなと思うんですよだから自分自身が扱えるお金の力量を広げていくそしてあまりにも自分の扱えない金額を自分が扱おうとしたらビビる。 こういった感覚が大事だと思います。車の運転に戻りますと、やっぱりね、軽自動車で常に120キロぐらいで走ってたらね、ビビると思うんですよ。怖いでしょ。だからスピードを抑えていくと思うんですよ。でも、まあ、でっかいね、道路、高速道路のアメリカのそのフリーウェイ名なみたいなところでね、もうでっかいトレーラーに乗って、それこそもう30トン、40トンみたいなね、トレーラーに乗ってですね、それで、あの、150キロ、200キロで爆走してる。 見渡す限り地平線が広がってるこれは怖くないでしょでそういうふうなもんだと思うんですようんだからどのスピードで走るのかどのぐらいの金額だったら扱えるのかつまりは自分の力量に応じたお金の使い方スピードの出し方ならばこれは怖くないですし危険ではないかなと思いますよねまあかすり傷を負ったぐらいでね血が出た血が出たっていうような投資家さんには向かないと思いますけどもまあでもね 100万200万失ってもケロッとしてるような資産状況が気づけているんだったら投資は危険じゃないかなと。それこそ仮想通貨ってのはなんで危険かっていうと、そして何がメリットかっていうと、あの、上場前の誰もが見向きもしてないような、それこそ1通貨数十円とか数百円で買えるものを10万円分買いました、50万円分買いました。そしてそれが3年後、5年後、10年後に億っていう金額に化けましたっていうところにその美味しさがあるわけじゃないですか。 でもすでに値上がりしきっちゃったビットコインとかねイーサリアムとかリップルってものに何百万も入れるっていうのがもうね高値掴みなんですよだから暗号通貨投資で危険なのはもう高値掴みだというふうに私から見たら思えるのにそれを買っちゃってるってことなんですよ損しに行ってるとしか思えないんですよねだったら無名な通貨今で言うとコインマーケットキャップのランキング1000円以下のやつね ランキング1000にも入ってないようなやつそういうのをいくつか買っておけばそれぞれのコインっていうのは安いですからねその代わりそれで奥に化けるかっていうと化けないと思いますけどもでも逆に人生を無駄にするぐらい棒に振るぐらいの借金か,かえるかっていったらその可能性もほぼゼロってことなんでねその辺から始めたらどうかなと私は思いますけどねそれじゃあ今回は以上です